はい、皆さんこんにちは、山下大二です。デザインが学べる国公立大学、高校生でデザインの勉強をしたいっていう人結構多いんですが、私立大学の芸術系美術系の大学って非常に学費が高いので、地方の人は地方公立大学探してくるんですね。まあ、最近は多いです。秋田県、新潟県の長岡、岡山、広島、あるいは静岡県などに県立、公立、まあ、あるいは市がやってる一律の美術工芸とかデザインの大学って多いのですが、ぜひですね、国立の美術系デザイン系の大学を目指してほしい。正直なところ、こういう人って東京芸大とか京都市一律芸術大学とか諦めてると思うんですよね。東京芸大無理みたいな。確かに難しいが、こういう人があんまり知らないデザインの国公立大あるんですよ。そっちをぜひ目指してほしい。なんといっても千葉、千葉大学工学部のデザインはものすごく良い、アンパンマンの作者が出てますということで、工学部でデザインの勉強ができる国立大って少ないんですけど、千葉大ものすごく良い、ぜひ目指してください。筑波大学ね、高校の先生は割と美術の世界では筑波大が優れてることは知ってる人多いんで、デザインがやりたい人、筑波大も良い。九州大、芸術工学部持ってるんですよ。旧帝大唯一の。ここでデザインを勉強する。名古屋工業大、知らない人が多いんですが、社会工学科の中で、デザインの勉強ができるんですね。東京都立大、これもね、あんまり知られてませんが、システムデザイン学部の中のインダストリアルアート学科、超おすすめ。富山大、芸術文化学部があります。佐賀大、芸術地域デザイン学部があります。ということで、国公立のデザインの大学探すとこのようにいっぱいあるんですよ。今名前出したところ、名前メモっといて検索してください。そこで研究教育内容や入試方式を調べてください。どこもおすすめです。ということで、デザインが学べる国公立大でした。頑張ってください。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をぜひお願いします。またメガスタの LINE にご登録いただいた方には、大学受験に役立つ特別なプレゼントを進呈します。